1人目、手塚国光。一応6項目プロフあるんですけど、はい、公式がもっと出してるらしいんですね。出してますね。いきます。体重、利き腕、足のサイズ、視力、プレイスタイル、得意技、使っているラケット、使っているシューズ、父親の職業あるいは環境、出身中学、小学校、委員会、得意科目、苦手科目、座右の銘、趣味、好きな食べ物、好きな色、好きな映画、好きな本、好きな音楽、好みのタイプ、苦手なもの、子供を訪れるが、ポイントと一体で、ポイントの必要で一番欲しいもの、苦手です以外の特技です。覚えられるか知りたいこととかないですか？大丈夫ですか？じゃあ、ちょっと好きな食べ物。好きな食べ物ですか？ああ、2ですね。お前は何なんだ？手塚国光くん、好きな食べ物、うなぎの茶漬けです。渋いな。デートスポットも絶対多分ね、通常の中学生の女の子喜ばないようなとこな気がするんだよな。さすがだね。ちなみに、どちらなんですか？山で渓流釣りとなります。やっぱな、そういうんですよね。